おお、メダカもだいぶ大きくなってきて、もうそろそろ卵産むかな。どれ？お手を見てみるか。ああ、メダカの卵取りにはやっぱりこう、根っこのいっぱい生えているホテイアオイが一番じゃな。わしのことまだ覚えとらんのか。わしは、メダカ歴20年の鈴木のじっちゃんだよ。いやーね、ホテイアオイはやっぱりいいよな。これ？ホテイアオイがちょっとちっちゃいって？いや、これは、まだ春だからちっちゃいだけで、春先だけちっちゃいの。もう夏になってきたら大きくなるだけ。もうそんなね、ずーっとちっちゃいホテイアオイなんて、ない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 。はい、皆さんこんにちは。土着園芸の鈴木です。はい、ということでですね、鈴木のじっちゃんですね。20年もね、メダカやってて、ホテイアオイ作ってきたけど、ちっちゃいホテイアオイはないって言ってましたけど、あるんです。小さなホテイアオイがね、存在するんですよ。皆さんね、まだまだね、あまりご存じない方も多いんじゃないかなと思うんですけど、大きいのよりもなんかちっちゃい方がね、メダカのね、泳ぐ場所邪魔しないとかですね、景観を崩さないとかですね、いろんなメリットがあるみたいで、皆さんね、同じようなホテイアオイだったらちっちゃい方がいいということでね、最近大人気のヒメホテイアオイですね。うっそーんって思ってる人まだいるかもしれません。でもね、確かにね、こう流通しているやつで春先に出回ってるやつですね、だいたい3月とか4月売ってるやつってね、すごいちっちゃいんですよ。かわいい、これぐらいとかね。確かにあれね、私も見たらこれヒメホテイアオイかな って思う時もあるんですけど、実際のところはそんなことはなくって、だんだんですね、それが大きくなって育って育ってですね、夏場には巨大なホテイアオイが誕生するわけですよね。それに対して、ちっちゃいですねヒメホテイアオイは春先はさらにちっちゃくてですね、で、徐々に大きくはなっていくんですよ。ずっと同じサイズのままってわけではないんですけど、ホテイアオイと同じように大きくはなっていくんですけど、やっぱりね、ホテイアオイほど大きくはならないんで、私なんかも何かこうね、ビオトープであったりとか、メダカのね、卵取り用とかにホテイアオイ入れるときは、もう断然ヒメホテイアオイが大好きですね。ということで、今日はその小さなホテイアオイ、ヒメホテイアオイをご紹介させてもらいます。こちらです。と言ってもですね、なかなか信じられないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、土着園芸、こちらですね、百聞は一見にしかずということで、こちらが普通のホテイアオイで、こちらがヒメホテイソウとかヒメホテイアオイ、ミニホテイアオイって言われてるやつなんですが、全く同じですね、飼育環境というか栽培環境ですね。大きい水槽にただ仕切りがしてあるだけで、もう結構もう長いこと置いてあるんですよ、これ。で、片方のホテイアオイはこのサイズ、大きいですね。で、姫はですね、もうここの中で一番大きいの選んじゃおうかな。この中で一番大きいので、これ、見てください、このサイズさ、もう全然違うでしょ。こっちが姫で、こっちが普通のホテイアオイ。このサイズはですね、お互いにどちらもだんだん大きくはなっていきますけど、やっぱりこのね、大きさの違いはね、ずっと維持されますので、ヒメホテイアオイ、ヒメホテイソウ、ミニホテイアオイは、ずっとちっちゃいまま。大きいのはね、もう今はこれぐらいのサイズですけど、これが、5月、6月、7月とかって言ったら、場合によってはすごく肥料のよく効いてるところだと、こんなバカでかくて、ね、化け物ホテイアオイみたいになっちゃう時はありますからね。こんなね、例えば小さいところでメダカ飼っている人なんかはもう断然これがいいですよね。この間もツイッターでこの写真ね、ご紹介させてもらったら、もう皆さんこっちの方が好きだっていうことでね。ということで、メダカやビオトープですね、大きく草としてホテイアオイ楽しむ場合は、もう断然このヒメホテイアオイがですね、おすすめです。ということで、今日はこれをご紹介させていただきました。それでは皆さん、さようなら。いやー、あるとは思っとったんじゃろ。本当に本当に。いや、その知らないわけじゃなかったんだから。
こんなねちっちゃいホテルがあるって知ってたの？知らなかったわけじゃない。それじゃダメだ。今後の動画作成の参考になるので、動画について良かった悪かったの評価をお願いいたします。特にいいねやコメントは大歓迎です。この動画は水生植物を中心とした土弱園芸のチャンネルです。メダカ比率多めかもしれませんが、週1回ペースで配信しています。少しでもまた見たいなと思った方は、ぜひチャンネル登録してくださいね。